一時期、このチャンネルでは、キハ40系の電車を大量に投入した時期がありましたが、その時の最大の失敗作として、リゾート白神があります。この車両は、キハ48型を改造した機動車以外に、新造機動車もあるのです。これを事実誤認でお話ししたため、個人的にはトラウマですが、シリーズ終了の前に紹介しておこうと思います。リゾート白神号をはじめ、キハ40系機動車が観光列車として導入される背景には国鉄時代の過剰生産があります。本来そこまで生産する必要がなかったのですが、勢い余って赤字路線のために大量に投入した結果です。赤字路線などは路線自体の整理のほか、列車本数の見直しで必要な列車の本数が劇的に減りました。そういうわけで、キハ40系は余ったのです。しかし廃止するにももったいないので、キロシ47型、ある列車のような豪華列車に改造することもありました。最近では西日本が、アメツキ号として改造を加えましたね。それで、普段のリゾート白神号ですが、こちらは現在は熊ゲラ編成のみ、キハ40系です。他の2編成、青池編成、ブナ編成は HB、E300 系機動車になっています。ハイブリッドカーで、新造車です。このような観光列車を余剰車で作る理由には、需要予測を読みにくいため、試験的にジョイフルトレインを作る、という目的もあるのです。新造するとお金が高くつきますからね。リゾート白神は事業として継続するに値するため、新造して走り続けるわけです。なお旧世代リゾート白神号は途中の2号車と3号車の間に本来の運転台を見ることができたのですが、現在の編成は当然のことながら新車ですから、それを見ることはありませんね。かつての熊ゲラ編成の面白さはここにありません。なお、この列車は、五能線という、東北地方日本海側のローカル線を走る観光列車で、人気を博しているのです。海の景色が良く、途中下車がおすすめの路線です。そういうわけで、途中下車できるように指定席券を、特例で途中下車可能にしていたのです。しかしそうするには、同じ列車がやってくる、必要があるわけです。深浦駅で3時間、運転停車すると書いてあるのですが、実際にはそこで折り返し、先ほど降りた駅の乗客を拾い、再び進むことで任意の駅でしばらく観光できるというものです。途中で列車が消えることから蜃気楼ダイヤと呼ばれ、西村京太郎サスペンスのトリックにも使われたようです。確かに時刻表には書かれていない移動があり、ワープしているようにも見える列車です。ただし、編成が3つに増備されてしまった、現在は実施されていませんが、北海道東日本パスや18切符でも使える列車ですから、おすすめの列車です。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネル、マイトリップでは、毎日投稿の名列車ほぼ日編、週1回の昭和編や、旅行記など多くの動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。